では今回も初めの一歩考察チャンネルやっていきたいと思います。今回ですけども単行本121巻からスタートしている初めの一歩セコンド編について解説していこうと思います。セコンドとして第二の人生を歩み始めた一歩、現在は長年蓄積されたダメージも抜け、ボクシングの知識を身につけながら現役時代よりも強くなっている一歩について再起するまでの流れも考察していきたいと思います。なお長い動画となっておりますので概要欄にタイムテーブルを貼っておきます。見たい部分からご視聴いただければと思います。それでは早速始めていきましょう。はじめの一歩セコンド編スタート。一歩がセコンドになったのが単行本121巻で、最新巻が138巻まで出ていますから、かなり長期間トレーナーとして実績を積んできていると言えます。ここで一度一歩のトレーナーとしての成長記録をまとめていきたいと思います。まず一歩は世界前哨戦でゴンザレスに敗れ、再起戦で戦ったゲバラに敗れた試合を最後に現役を引退する決断をしました。ゲバラ戦後、鴨川会長が初めて一歩を自宅まで送り届けるシーンがあり、いつもの怖い顔ではなく優しい顔を向けて話すのが印象的でしたね。対する一歩は会長に叱ってもらえなかったことで自分の現役生活が終わったことを実感します。単行本109巻でゴンザレスに敗れた後、あっさりと負けを認める一歩に対し、高村が負けた後立ち上がるには言い訳が必要と語るシーンがありました。しかし一歩はゲバラ戦の後、会長室で何の迷いもなく引退しますと明言し、ここで一歩のボクサー人生が幕を閉じます。一歩にとって最優先するのは釣り船屋と母を守ることであり、健康体と診断されたのが何よりの引退理由となったのでしょう。気になるのが単行本120巻のラストで一歩の母親ひろこが組へ言った言葉です。一歩がようやくボクシングが離れたことに喜ぶ組ですが、ひろこは自分の人生は自分が主人公、みんな主人公となって冒険をする、そして男は理由が見つかればきっとまた拳を握り冒険の旅へ出かけていくと続けます。ここで言う一歩が冒険をする理由がまさに再起する理由となるんでしょうが、これは今現在も何なのかは明らかとなっていないんですよね。一歩は組から勧められた CTE 検査では異常はなかったものの、試合映像を見た医師からはあまりにも危険だと警告を受けています。ただし一歩が打たれ弱くなったことや距離感が狂う症状については休養を取れば戻る可能性があるとの診断をされており、実際に最近の一歩はボルグや仙道とスパーで互角の戦いをしているほど回復しています。一歩は現役引退後、以前の手の震えは止まり、梅沢の漫画の手伝いをするようになります。こうして徐々にボクシングのない生活に馴染もうとしていました。またこのタイミングで板垣は一歩からボクシングの話題を遠ざけようと釣り船屋を退職しており、周りの環境も少しずつ変化していきます。特に変わったのが組で、ようやくボクシングから離れてくれた一歩の体を心配し、偶然会った飯村麻里と言い合いをするシーンがありました。組はここから真柴兄を彷彿とさせるヤバい表情を見せるシーンが多くなり、だんだんとヒロインっぽくなくなっていきます。一歩は人の役に立つ目標を持ち、ボクシングには未練がないとはっきり明言しますが、同時にやり残しや後悔もあるとも語っています。それは会長と作り上げた新型デンプシーロールを見せられなかったことですね。しかし会長は新型デンプシーが見たいのではなく、世界チャンピオンになった一歩の姿を見たいわけで、ここで一歩と会長の思いに違いが生じている。この歯車が噛み合う時が再起するタイミングなのでしょう。この日の夜、篠田が家を訪ねてきて、一歩は鴨川会長が入院したことと、セコンドとしてもう一度ボクシングの世界へ戻ってきてほしいと打診されます。人の役に立てる、もう一度ボクシングの世界へ戻れることを喜び、セコンドの話を了承した一歩は一週間後に控える木村の試合で初のセコンドデビューをすることになります。そして高齢を理由に鴨川会長はここから高村専属のトレーナーとなり、一歩と篠田、八木の3人が青木村、板垣のサポートをする体制となりました。最初に一歩が始めたのが椅子出しの練習で、これまで気を使って時間をずらしていた早朝ロードワークにも参加し始めました。現役時代よりもさらに走る距離を伸ばしていた一歩は、現役ボクサーを上回る体力で全員を鼓舞します。木村の対戦相手のビデオを撮りに鴨川ジムを訪れた一歩は、昔の思い出を振り返りながらシャドウを始め、その姿を見た八木は、あれほどの動きができるのに彼はもうプロボクサーではないんだなと一歩の現役引退を改めて実感します。一歩は木村の対戦相手のビデオを研究しながら、もう一度やりたくなってしまうのではないかと何度も自問自答しながら試合当日を迎えることになりました。一歩セコンドデビュー編。
木村の試合当日、一歩はかつて新人王準決勝で戦った早見隆一と再会し、自分と同じように打たれ弱く距離感が狂った状態で戦う姿を目の当たりにし、もう夢を見てはいけないと改めて痛感させられます。木村の試合が始まり、一歩は練習してきた椅子出しで勢いをつけすぎるあまり観客席にまで飛ばしてしまう事件を起こしてしまいます。このシーンではつい笑ってしまいますが、でもこの真面目さが一歩の最大の長所でもありますよね。ここから木村は減量区でスタミナが切れたことで徐々に劣勢となるんですが、一歩が相手のフィニッシュブローである左フックを放つ際、肘が少し下がるので、その瞬間先に手を出すようアドバイスします。すると一歩の助言通り、木村の左がカウンターで入り、二つ目のダウンを奪うことに成功。結局二つのダウンを奪った木村の判定勝ちとなりました。試合後、早見にこの先ずっと脇役のままでいいのかと言われた一歩は、帰り際に木村へ、鴨川会長のことを一度たりとも脇役と思ったことはないと胸の内を明かしています。ここから一歩は自分の選手を育て、鴨川会長と並びセコンドに就く夢を追いかけることになります。一歩は現役を引退してもなお鴨川会長を慕い、背中を追い続けているのがよくわかりますね。続く青木と板垣の試合にもセコンドについた一歩は、褒めて伸ばす青木に対し、板垣にはインターバルで高い要求を求め続け、板垣はここから現在まで長いスランプに陥ることになります。ずっと背中を追い続けてきた幕内一歩が引退したことがスランプの原因と思っていたんですが、一歩曰く彼はスランプの原因を分かっていて、自分で乗り越えなければならないと言っています。ではスランプの原因とは何なのでしょうか。天才板垣の復活はいつなのか、こちらの動画にて詳しく考察していますので、よければご視聴ください。概要欄にリンクを貼っておきます。一方、かつてのライバルだった宮田は、一歩のいないプロの世界でモチベーションが落ちてしまい、格下相手に苦戦する様子に一歩は胸を痛めます。試合を見て心配した鴨川ジムメンバーも、バイト中の宮田へ叱咤激励しますが、宮田は今現在もフェザー級に留まり続け、仙道や真柴の世界戦が決定し先を越されてしまいます。話を戻します。自宅では青木村と板垣について分析をまとめたノートを書いていた一歩は、知識を言葉で相手に伝える難しさを痛感していました。そこで一歩は自分から素人をスカウトすることを思いつき、テルをいじめていた太平と出会うことになります。太平は実は青木の弟で、一歩にボクシングを習い、喧嘩に強くなることを目的に近づいてきました。今までいじめたことを謝ること、葉っぱを5枚掴むこと、この条件をクリアした太平を弟子にすることに決めた一歩は、土手でトレーニングをスタートします。幕の内一歩に弟子誕生。この頃になると、一歩は長年蓄積されたダメージが抜けてきたためか、久しぶりにミット打ちをした際に、鴨川会長は現役時代以上のスピードと破壊力を実感することになります。一歩に弟子ができて育てている話を聞いた鴨川会長は、使い古したミットを授け、入門する際はうちに連れてきてと八木に言われた一歩は、戻ってきます。この場所に、と言い残し去っていきます。その後ろ姿を見つめる鴨川会長の表情が印象的で、明らかに一歩に対する未練を滲ませていますよね。ここで問題児太平がついに事件を起こします。対立していた金太郎の不良グループと喧嘩を始めた太平の話を聞いた一歩が現場に駆けつけると、ボロボロの梅沢と太平の姿を目の当たりにします。会長のミットを弾かれ、完全に切れた一歩は太平を平手打ちで殴り飛ばし気絶させてしまいます。連載初期から何度か一歩の怒るシーンはありましたが、リング上以外で手を挙げたのはこの時が初で、人外というキーワードが再び出た重要なシーンでした。一歩のぶち切れシーンについてはこちらの動画でランキング形式で解説しておりますので、ぜひご視聴ください。概要欄にリンクを貼っておきます。話を戻します。スランプに陥り悩む板垣に対して、一歩はスランプに陥るのは才能があるから羨ましいと答えます。高村が語るここから先は人外の世界だという線を踏み越えることができなかった一歩は、自分の限界を感じたと続け、現役引退した時の心境を初めて語りました。一方、改心した太平は自ら鴨川ジムへ入門を申し入れ、ここから再び一歩は弟子を育てるため奮闘します。そしてセコンドについたことでボクサーとして成長していることを実感した鴨川会長は、ここからトレーナーとしての一歩を指導することになるんですよね。この後、仙道とゴンザレス戦がメキシコで行われた際、視察のために現地まで行かせるほど一歩へ愛情を注ぐ鴨川会長は、頭のどこかでトレーナーとして知識と経験を積んだ一歩が再起したらどれほど強くなるのかを期待しているのは間違いないでしょう。この頃トレーニングを
続ける一歩立ちの元へ突然宮田が現れて骨身を削る減量してフェザーに留まる必要はないと訴える一歩に対しパンチドランカーだと診断されたのかと返します。黙ったまま答えられない一歩を見た宮田は立ち去りフェザーに留まる決意をします。ちなみに宮田は今現在も東洋太平洋の防衛戦を繰り返しており、世界を目指す仙道や真柴に先を越されているのが現状です。一歩が気づいた敗北の理由、鴨川会長がかけた言葉とは。一歩は宮田や真柴の防衛戦でピンチになった時、必ず自分から左ジャブで先制する姿を見た後、ゴンザレス、ゲバラに2連敗した敗因として常に後手で相手のパンチを避けて潜り込むことばかりを考えていたことを反省し、ジムで一人サンドバッグを叩いていました。今の僕ならそう言いかけた一歩に対し、鴨川会長は指導者として学んだことすべてを自分が慕う者たちへ伝えていけと言い残し去っていきました。会長の教えができていなかった自分を叱ってもらえないことに憤る一歩はサンドバッグを叩き膝をついてうなだれ、会長もまた目をつむり下を向きます。その後高村のミドル級防衛戦が始まり、序盤は苦戦したものの左をうまく使って試合を制圧していく高村の戦いを見た一歩は改めて現役時代を振り返り始めます。自分と同じファイター寄りの高村が左を使ってうまく駆け引きをするシーンを見た一歩はおぼろげながら再起後の自分のスタイルが見えてきているようです。一歩はフェザーでは身長が低くリーチも低いため自然と相手のパンチをかいくぐるスタイルを確立していきました。しかしそれではインファイトになるまで何もしていないということでもあり、この癖を見抜かれてピンチを迎えたのがリバーブローにカウンターを合わせてきた小島戦でした。身長が低い一歩と対峙する相手は前かがみになるので強いパンチが打ちづらく、たとえ左の差し合いで負けてもリスクが少ないということに気づいた一歩は今ならもっとうまくやれるかもしれないと再起への気持ちを表に出しています。一歩がカウンター習得、ナンバリングシステムを導入。この頃から太平と金太郎のミット打ちをするようになった一歩はパンチの種類に応じて数字を振り、掛け声によってコンビネーションを習得するナンバリングシステムを導入します。このミット打ちによって一歩は相手のパンチにカウンターを合わせられるようになっていきます。その力が発揮されたのが仙道と共にメキシコに渡った際、ボルグとスパーリングをしたシーンです。一歩はボルグのホワイトファングをなんとパーリングで防いでいます。さらにボルグの左をガードした拳で内側に滑らせ、カウンターで合わせる高等技術を見せ、現役のジュニアライト級チャンピオンと互角以上に渡り合っています。一方日本では太平と金太郎を預かった篠田がミット打ちをした際、手首を痛めるほどパンチを打ちつけてくることに気づきます。これについては一歩が手首が異常に強く、遊びが全くないために拳と手首を固めて打つ癖がついてしまったと太平らが語っています。いつならいいんですか、ユージと交わした約束。ある日伊達ジムでプロデビュー前の選手を集めてスパーリング大会が開かれることになり、一歩は太平と金太郎を連れて参加することになります。伊達や沖田、小橋や小田と仙道 vs ゴンザレスの勝敗予想をしていると、伊達の息子ユージがサンドバッグを叩き、かつて父親をボロボロにしたリカルドの敵討ちについていつならいいんですかと責められてしまいます。一歩が帰った後、伊達は再起に必要なのはリングの豪華に焼かれても跳ね返せる己の強さが必要だと語り、すでに熱が冷めてしまっている一歩の再起は難しいとの見解を示しています。しかしこれはあくまで周りから見た一歩の印象であって、実際の一歩は高村の試合後に左の使い方をイメトレしていたり、新型デンプシーを打てるよう毎日肉体強化していたりと、現役ボクサー以上に熱は帯びているようにも見えますよね。あとは一歩の再起のトリガーが何なのかが気になるところです。特攻流魚作戦発動、チーフセコンド一歩の1ラウンド KO 作戦。一歩は木村の減量メニューから計量後の食事まで用意し、試合当日はチーフセコンドに任命されることになりました。計量パスし、ファミレスで食事をしながら一歩が立てた作戦は、ドラゴンフィッシュブローの連打による1ラウンド KO 作戦です。減量区により後半までスタミナが持たない木村は、コーナーへ追い詰めた相手にひたすら上下の連打を繰り返しますが、あと一歩のところで第1ラウンドが終わってしまいます。セコンドでは鴨川会長直伝の復活の儀式を行い、木村は最後の一発を打つために第2ラウンドへ向かいます。最後はロングフックからリバーブローの逆ドラゴンフィッシュで2ラウンド KO 勝利を収めた木村は、一歩がセコンドについてからなんと2連勝しています。試合後の反省会で集まった鴨川メンバーは、肉体の増減法から対戦相手の分析攻略に膨大な時間を費やし、現役時代以上の洞察力と知識に加えて、今もハードなトレーニングを積んでいる一歩が再起したらどうなるのかについて話し始めると、高村は強烈なきっかけで義務が発生しないか
限り戻らないと切り捨てます。この義務というキーワード、これが一歩の再起に関する重要なピースだと思っているのですが、未だに答えが見つかりません。ネット上や当チャンネルにいただいているコメントでは、仙道が負けて一歩がリカルドへ敵討ちという予想が多いんですが、かつてのライバルの試合はそのきっかけになり得ないということですかと板垣が発言していることから、ボクシングの試合とは無関係であると予想されますよね。もしこの義務について何かお気づきの方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントをください。キースの利き腕を見抜く一歩の洞察力。一歩は麻雀の付き添いでキースと会ったわずかな時間で利き腕は左だと見抜いています。トレーナーになって鋭い洞察力を身につけた一歩に対し、高村はもう一度やってみたいと思わないのかと再起を促すような発言をしています。もともと一歩のパンチドランカー疑惑を最初に持ったのがこの高村ですが、この時期には一歩が再起をしても十分戦えると判断しているように見えますよね。現在の一歩、マシバのスパーリングパートナーに抜擢。1413話ではウォーリー VS リカルド戦のセコンドを務めた一歩が帰国後、鴨川会長とミット打ちをした後で、自分は本当にやりきったのかと自問自答するシーンもありました。高村だけでなく会長も一歩に対して強い未練を感じていますから、そろそろ再起する雰囲気を感じますよね。1417話では過去に自分と戦ったボルグ、ウォーリー、マシュバ、仙道が次々と世界へ挑戦し、秒速で景色が変わっていく中で自分の時間だけが止まっている感覚に陥る一歩、デビュー当時から大ファンの藤井もあいつの時間だけ止まってるように見えてならないとコメントしています。そして2023年9月現在、1432話でマシバのスパーリングパートナーに最適な人材が一歩だという話となり、次回はいよいよ新人王決勝戦の再現が見れるでしょう。ここまでが初めの一歩セコンド編の一連の流れとなります。初めの一歩名伯楽ランキング13戦。ここからは一歩を除いた作中に登場する数々のトレーナーに焦点を当て、最も優秀な名伯楽を決めるランキングを作成しました。まずは初めの一歩のトレーナーを一覧にするとこんな感じになります。1位はもちろん誰もが知る不動のあの方なのは当然ですが、作中では他にもたくさんの名トレーナーが登場していますので、ぜひチェックしてみてください。ちなみにマシバと沢村のトレーナーに関しては作中で何度も登場しますが、どちらも指導者によって導かれたというよりは選手自ら練習法を考案するようなタイプなので、ランキングからは除外しています。それではランキングへ行きましょう。第13位、猫田銀八。猫田はかつて鴨川と現役時代にしのぎを削ったライバルです。猫田は単行本26巻で初登場し、その後高村の試合観戦をしに東京に出てきます。鴨川ジムで木村のミット打ちを披露すると、多くの練習生から慕われるようになった猫田は調子に乗って鴨川会長の悪口を話していたところを見つかってしまいます。猫田は現役引退後はセコンドについた経験はありませんが、高いレベルの指導力と人を引きつける天性の人当たりの良さがあるため、今回はランキングに選出しました。第12位、ミスター坂口。坂口はトレーナーというよりマネージャーの立ち位置で東洋圏で活動し、悪い噂の絶えない完全なクズキャラではありますが、宮田がアーニーを破って以来の因縁が続きます。まず単行本58巻では宮田を分析するためタイのメッガンというボクサーを雇い、病気の娘の治療代と引き換えに全ラウンド手を出さず戦うよう指示しています。宮田の分析を終えた坂口はランディと手を組み潰そうとしますが、宮田の KO 勝利によって野望は打ち砕かれ、その後どうなったのかは作中で描写されています。第11位、重田所属の新日本ジム会長。仙道に前世したサウスポーの重田が所属するジムの会長は単行本26巻で初登場し、重田は合宿帰りの一歩とスパーをしています。サウスポーと対戦経験がない一歩は苦戦し、仙道も序盤は一方的に打たれますが、鍛え上げたダッシュ力が開花しロープ際に追い詰めます。棒立ちで打たれ続ける重田を見てもベルト欲しさにタオル投入せず助けなかったことから、トレーナーとしてのレベルは決して高いとは言えないでしょう。重田のその後は作中で描写されていませんが、仙道によって恐怖を擦り込まれたパンチ合いによりおそらく引退に追い込まれています。第10位、山田直道所属の八戸検討会会長。八戸検討会会長は新人王戦一歩 VS オズマで初登場したキャラで、その後は一歩の日本タイトル防衛戦に挑戦した山田直道とともに再び登場しています。山田は序盤からいきなり2度もダウンを奪われパニック状態になりますが、1ラウンドが終わり速攻性のあるソーラープレキサスブローを狙うよう指示され、一歩をダウン寸前まで追い詰めています。試合後引退を決めていた山田は、次は今日よりずっと強くなっているという一歩の言葉を聞いて現役続行を決意しますが、その後の試合は作中で描写されていません。第9位、安田。
安田は単行本6巻で一歩と新人王戦で対戦した小橋のトレーナーです。安田はジム内でパンチ力のない小橋がバカにされている様子を見て、ライトヘビー級を6度も防衛し209勝で KO がわずか19しかないマキシー・ローゼンブルームというボクサーの話を引き合いに出して小橋を元気づけます。勝ち続けていれば周りの目は勝手に変わる、自分のために戦い勝つことが大切だと励まされ、気持ちを立て直した小橋ですが、試合では一歩の顎に右ストレートがヒットした際に KO 勝ちを狙いに行ってしまいます。試合終了まで残り13秒前でダウンを取られた小橋に対し、自分のボクシングを捨ててまで勇敢に打ち合ったお前を負けさせないとリングを叩き鼓舞するシーンが印象的でしたね。この試合は残念ながら逆転 KO 負けとなりましたが、小橋はその後単行本33巻で早見隆一とタイトルマッチで対戦し、見事日本チャンピオンの座に輝いています。ちなみに単行本51巻で小橋は現役引退とともにトレーナーへ転向したことを明かしており、後に引退する一歩は指導者としてライバル関係が続いています。第8位バロン栗田。バロンは単行本79巻で登場したキャラで、かつては鴨川ジムで高村と汗を流したこともある元プロボクサーです。過去に高村にいじめられたことを根に持っており、突然ジムに訪問したバロンは一歩をスカウトしますが、鴨川会長と一緒に世界を目指すと宣言した一歩に断られてしまいます。単行本80巻では下道の八百長騒動にバロンが加担していたことも判明し、ここからクズキャラとして認定されました。単行本100巻では自力で勝る伊賀に青木を倒さず痛るよう指示しており、試合後に高村から剣闘道に背けばただの暴力になり下がると否定されたバロンとは対立関係が続きます。単行本115巻ではチャンピオン大島を破り日本ライト級チャンピオンとなった姿を見た鴨川会長は、青木以上に貴様が戦わねばならんと警戒心を高めています。単行本125巻では東洋太平洋チャンピオン真柴へ挑戦するも惨敗を喫した伊賀に対し、バロンはなんと選手を置いて姿を消すというクズっぽりを見せています。その後バロンと伊賀コンビがどうなったのかは2023年9月現在までほぼ描写されておらず、今後の動向が気になるところですね。第7位ルスラン・ラムダ。ラムダは A 級トーナメントで一歩と初対決したボルグのトレーナーです。雑誌の対談で鴨川会長に対し、日本のボクサーはすぐに壊れる、指導者が悪いと否定されたことで日本ボクシング界全体を愚弄されたと感じた鴨川は、是が非でも自分のボクサーを勝たせる決意をします。初登場時は名コーチのように描写されていたラムダですが、ボルグは一歩との試合で相手を壊したくないと手を抜きダウンを奪われたことや、プロの殺伐としたリングで体力不足を露呈したことで無能さを露呈したのは私だったと自らを卑下しています。続く仙道にも判定で敗れ、ボルグと共に故郷ロシアへ帰ることになり、その後どうなったのかは作中で描写されていません。第6位柳岡。柳岡は仙道が所属するなにわ剣闘会のトレーナーで、自ら仙道をボクシングの世界へスカウトした実績のある男です。全日本新人予選で一歩に敗北後、両者を比較して劣っているのが一瞬で距離を詰めるダッシュ力だと気づいた柳岡はパワーアンクルをつけて強化し始めます。単行本28巻では日本タイトル防衛戦で戦った重田に初めて鍛えたダッシュ力を披露し、一歩との再戦でも距離を詰めてデンプシーを破っています。日本タイトルを失ってからはそれほど出番のなかった柳岡ですが、最近ではリカルド対策として拳を顔面の前で止め、ブラインド状態からスマッシュを狙うというコンビネーションを編み出しています。柳岡は現役時代に対戦した宮田の父親を師と仰いでおり、単行本85巻ではバーで語り合うシーンが描写されています。第5位篠田。篠田は連載初期から青木村の専属チーフトレーナーとして鴨川ジムに所属している人物です。最近一歩がトレーナーとして在籍したことで、鴨川会長は高村専属、篠田と一歩、八木の3人で青木村と板垣をサポートする体制になっています。篠田は連載初期こそ影の薄いキャラではありましたが、青木の初のタイトルマッチでは死んだふりによって今江を翻弄している最中、会長八木が限界だと感じて投げたタオルをキャッチするファインプレーを見せています。単行本66巻では今井の強打に心が折れかけた板垣で、ガッツでガッツンガッツン行けとダジャレのアドバイスを送り、劣勢だった試合を盛り返しています。またこの言葉は鴨川ジムの掛け声として公式採用となっており、高村らも気合を入れるときに声を出しています。単行本75巻では板垣が今井戦後に初のスランプに陥った際、星戦の前に次に板垣が負ければ引退すると辞表を提出するシーンもありました。篠田は青木木村と連続でタイトル挑戦を失敗したことに大きな
責任を感じており、その上板垣を負けるようなことがあれば選手の才能の芽を摘んだのは間違いなく自分だと続けます。鴨川イズムを受け継ぎ、選手を育てる覚悟と責任を背負う篠田の姿勢には感動を覚えますね。単行本94巻98巻で才能が開花した板垣がキャリアでは格上の唐沢佐伯と連戦した時には、試合中にしりとりやダジャレでリラックスさせるといった独自の指導法で結果を残しています。しかし単行本100巻では青木 vs 伊賀の試合で感情を高ぶらせ、タオル投入を拒むといったまだまだ未熟な部分も見られました。単行本114巻では実はライターの藤井と尼時代にライバルとして競い合っていた過去が発覚し、青木と同じく拳が丸いという事実も発覚しています。一歩にセコンドをお願いするシーンでは、無料案内所の下りを女性陣にいじられるなど、だんだんとお笑い担当になりつつある篠田トレーナーを第5位に選びました。第4位、浜団吉。浜は単行本33巻で真田和樹のトレーナーとして登場したキャラで、かつて現役時代に鴨川会長と猫田とはライバル関係にありました。パンチの打ち終わりにスナップを効かせて放つ飛燕や、拳を縦に放ちガードの隙間をすり抜けるツバメ返しを得意武器としており、真田やボルグもこの技を継承しています。浜はメキシコ在住中に英雄リカルド・マルチネスを自身が育てたボクサーで倒したい目標を掲げていましたが、真田を一歩が破ったことでその後はアメリカへ渡ります。浜の手掛けた真田和樹はジュニアフェザー級タイトル、ボルグはジュニアライト級世界タイトルを取っており、過去も世界チャンピオンや世界ランカーを数多く育て、中量級の本場と言われるメキシコで引っ張りだこだった名トレーナーです。単行本101巻では完全アウェイで戦うボルグに対し、足をマッサージしながら一人ではないぞと繰り返し声をかけるなど、見た目の怖さとは裏腹に選手ファーストの精神を持ち合わせているところは鴨川会長と共通しています。また浜から伝授された飛燕ツバメ返しを捨て駒としたホワイトファングによって高度な頭脳戦を制し、ダウンを奪っています。第3位、宮田父親。第3位は実の息子宮田一郎を東洋太平洋チャンピオンにまで育て上げた名トレーナー宮田の父親を選出しました。なお宮田の父親はなぜか下の名前が公表されていません。宮田の父は真島の反則によりボロボロになったシーンで、足の怪我を抱えながら戦う息子に対し、戦う意味があるかないかは本人が決めること、我々は見守るしかないと公言しています。こうした選手を尊重する姿勢は現在も変わっておらず、基本的に息子の意思を尊重しサポートするのが父親のスタイルと言えます。またプロ入りして初の敗北を喫した息子がすぐに再起をした姿を見た宮田の父は、ランディ戦のシーンで男としての資質は自分より上だと認めていたのが印象的でした。単行本15巻ではパンチの質の軽さを補うジョルトにたどり着き、命をかけて放とうとする息子の姿を、今度は私が一部始終見る番だと覚悟を決めるシーンもありましたね。単行本36巻では東洋太平洋タイトルマッチを迎え、アーニーのブラッディクロスによりボロボロになった宮田は玉砕覚悟で勝負しようと覚悟していました。この時宮田の父は、ボクシングにラッキーパンチはない、最後の最後まで諦めない、そういう生きた拳こそが奇跡を生むとアドバイスしたことで、見事逆転 KO 勝利を収めました。その後単行本57巻で高村と合同合宿をした際は、宮田が打つカウンターのパワー不足に気づきながらも自分からは指導しようとはせず、あえて心を開いている高村から教えてもらうことでさらなるパワーアップに成功させています。単行本76巻では宿敵ランディとの試合を優先させた息子の詫びを入れるため、一人で鴨川ジムに謝罪に来たシーンも印象的でしたね。普通なら何としても息子に理由を問いただすと思うのですが、ここでも選手の気持ちを第一優先にする宮田の父の行動には感服しました。単行本85巻ではヘッドスリップとアームブロックで真正面からの攻撃をまずもらわないランディに対し、アッパーを身につける必要があると宮田の父は提言しますが、一郎は今のスタイルで戦うと聞き入れません。柳岡とバーで飲んでいた時には、一郎が自分の模倣を続け、いつか壁にぶつかった時に自分のボクシングを見つけろと助言するためにそばにいることを明かしています。その後本格的な減量期間に入り、宮田の父はミット打ちであえて位置を高くすることで下から突き上げるようなスイングを覚えさせました。そしてランディとの試合終盤、下から突き上げるパンチに対し必ず左を返してくることに気づいた宮田はカウンターでダウンを奪い、見事に KO 勝利を収めることになります。宮田の父はアッパーを打つことを聞き慣れない一郎に対し、疲労が溜まる時期にミットの位置を高くすることで次元式のパンチを体に埋め込んでいたんですね。控え室にいた鴨川会長は、こしゃくな、見事と称賛を送り、客席の沢村に天才と言わしめた宮田の父親はまさに名伯楽と言っていいでしょう。第2位、ミゲル・ゼール。
ミゲルは単行本42巻でブライアン・ホークのトレーナーとして登場したキャラで、かつて現役時代に鴨川猫田がアンダーソンと対決した際もセコンドを務めています。自由奔放なホークは試合前にほとんど練習することがなく、ミゲルとの信頼関係は希薄ではありましたが、原料区の高村が5ラウンドまでに勝負を決めようとしている作戦を読み、ボディーブローを指示する老獪さを見せています。スラム街で痛ぶるように人を殴るホークの姿を見たミゲルは殺人許可証を与え、ボクシングへの世界へと誘っており、その後はずば抜けた身体能力を見出したウォーリーをスカウトし、自身の人生最後を照らすラストサンと呼んでいます。単行本90巻で一歩と対決した際は自由に楽しんできなさいと戦略的な指示は一切出さず、紙一重で一歩が勝利しています。そして最新138巻ではリカルドへ挑戦するウォーリーになんと眼球を狙うという悪魔の知恵を授け、リカルドは序盤からガードを外せないまま防戦一方となります。ウォーリーの奇想天外の動きと超高速のハンドスピードにより序盤のラウンドを奪い、判定を匂わすことでリカルドは無理にでも踏み込まなければならない立場となりました。本当は打ち合いを好むウォーリーにこの策を授けたことで、中盤以降は躍動する動きを見せていきますが、残念ながら結果は KO で敗北しています。なお最新刊138巻の考察動画もアップしておりますので、こちらもぜひご視聴ください。概要欄にリンクを貼っておきます。第1位鴨川源氏。名伯楽ランキングの第1位はやはり鴨川ジムの会長鴨川源氏しかありえないですよね。一歩は日本タイトルまでしか取っていませんが、高村は2023年9月現在ジュニアミドル級、ミドル級、スーパーミドル級の3階級制覇を達成しており、これは日本人初の快挙です。鴨川会長は単行本46巻で、高村は仮に自分の元にいなくとも世界を取ったであろう男と謙遜していますが、路上で喧嘩をしていた高村をボクシングの世界へ誘った功績は大きく、高村もこのことは今でも感謝しています。高村の試合を見ていくと、初の世界戦で戦ったホーク戦やイーグル戦ではほとんど技術的な助言ができていなかった鴨川会長ですが、経験を積むごとに指導者として成長していきます。単行本111巻で対戦したフリッカーの名手バイソン戦では、左の差し合いで苦戦する高村に相手に聞いてこいとたった一言の助言をしただけで、高村のフリッカーにより一気に形勢逆転しています。その後スーパーミドル級タイトルマッチで対戦したキース戦では、困っていると珍しく素直に相談する高村に対し、もらって滑らす、やってみろと助言しただけで、高村はロングフックに見事なカウンターを合わせダウンを奪いました。ホーク戦以来、世界の強豪と戦いながら成長を続けていったのは高村だけではなかったということですね。鴨川会長のすごいところは、人間の急所を正確に打てる技術が身につくミット打ちです。このミット打ちで撲殺するためのパンチを自然に打てるようになった高村は、ホーク戦で初めての恐怖を相手に植え付け、両目が塞がったイーグル戦では足の位置だけで正確にパンチを放っています。また一歩が独自に編み出したデンプシーロールがカウンターに弱い欠点にいち早く気づき、新型へ進化するためのトレーニングを一歩に長期間指導し続けています。デンプシーの強化を始めたのが島袋戦前の単行本47巻ですから、新型デンプシーが完成するまでにたくさんの時間を要していることがわかりますね。そして現在一歩は引退しているものの、新型デンプシーを発動できるようになっています。単行本19巻で対決したボルグ戦ではプロで戦った経験の少ないボルグの弱点をつき、無酸素状態で長く打ち合える心肺機能の強化とミドルレンジからでも飛び込みながら KO できるガゼルパンチを習得させています。このパンチによって当時の一歩より明らかに格上とされていたボルグに KO 勝利しています。単行本34巻ではガードをすり抜けるツバメ返しによって脳を縦に揺らされた一歩はセコンドに帰ってきたものの、言葉を理解できる状態ではありませんでした。そこで鴨川会長は起点を聞かせ、小橋の姿を思い出せと一言助言し、一歩はツバメ返しをクロスアームブロックで防ぐことができたのです。沢村と対戦した単行本54巻では反則と高等技術を交互に見せられて混乱する一歩に対し、パニックになるな、拳は熱く、頭は冷ややかにとたった一言で気持ちをコントロールする名シーンが描写されており、さすが鴨川会長と感心させられますよね。単行本69巻では一歩の懐に入りインファイトを仕掛ける竹に対し、決して退かずもっと低くもっと前へと助言したことで一歩は KO 勝利を収めることができました。続く単行本81巻ではゲドーの伸びるパンチと接近戦で放つ右アッパーに圧倒され、第6ラウンドまで一方的にやられてしまいます。観客席の青木が推理したグローブの紐を緩めてリーチを伸ばすからくりを引いた鴨川は、3分間首に力を入れたまま戦う、懐に入って相手の動きを止めるという2つのアドバイスを伝えます。このアドバイスによってゲドーの手打ちのパンチを受けながら懐に入った
一歩、そして上下をがっちりガードしたゲドーに対し、一歩は伊達のハートブレイクショットを放ち動きを止め、初めてチャンスが訪れます。ここでは残念ながらクリーンヒットは奪えませんでしたが、一歩の強打に対し恐怖を植え付けられたゲドーは主導権を奪われ、一歩の逆転 KO 勝利となりました。このように様々な名シーンが描写されている鴨川会長ですが、こちらの動画では感動エピソードや病気説についても言及しておりますので、ぜひご視聴ください。概要欄にリンクを貼っておきます。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。動画のご感想やご意見、何でもコメントにいただけると嬉しいです。当チャンネルでは毎週水曜と金曜に動画をアップしています。チャンネル登録されていない方はぜひこの機会に登録をお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。